スーパーミニバナナというのは体感性はあまりないと思いますが、実験として歯が、まあ、この巻き歯は最近出てきたやつです。で、この歯もその巻き歯の前に出てきたもので、サンルームから外出しする前は3、4枚程度葉っぱがついていたように思いますが、それで3月のかなり寒い時期にですね、こちらのアンデスの乙女とフェイジョアの間に、まあ、果樹の合間ですので、あまり土を掘りたくなかったので、そのまま置いて、そうして盛り土してここに植えておいたんですね。で、最近になってこの巻き葉が出てきて、まあ寒さにやられずに残ったのが分かったんですね。それで寒い時期に外出ししましたので、まあ多少なりとも防寒効果を考えて、このアンデスの乙女とフェイジョアの間に植えたんですね。今度は新葉が出始めましたので、ある意味ではこのアンデスの乙女の方の枝葉が邪魔になってくるわけですね。ですから、このスーパーミニバナナ苗が上に伸びていくに従って、アンデスの乙女の枝葉の邪魔になる部分、あるいは日照を妨げる部分をカットしていくつもりなんですね。そういう意味では、このアンデスの乙女というのは、まあ、多少は太い枝があっても、ほとんどは細めの枝が多いですから、まあ、ちょっとした剪定バサミがあればカットしやすいんですね。まあ、それだけに、冬のものすごく寒い時期にはたとえ常緑樹であっても、そうそう暴風効果があるわけでは、暴風防寒効果があるわけでもないんです。でも、ないよりはずっとマシだというのは、この寒さにはあまり強くないだろうと思われるスーパーミニバナナのをかなり寒い時期に外出しして、まあ、このように生き残って新葉を出してきていますので、アンデスの乙女は、まあ、常緑樹ですので、それなりにバナナの防寒防風防霜対策としては役に立つのではないかと思っているんですね。まあ、これは盛り土だけですので、これからもこのバナナ苗の成長に従って、周辺にですね、盛り土をさらに広げていったり、まあ落ち葉とか刈り草とか株周りにですね、徐々に徐々に積み上げていってあげるつもりですね。まあ、このスーパーミニバナナを見ていて、まあ、例えばそれの元になっているだろうと思います三尺バナナなども、3月のある程度寒い時期にも、こういう日本の木の合間に植えれば、あるいは置いて盛り土してしまえば、一旦持っている 3、4 枚の葉が枯れても、今は4月の中
中旬前ですね。中旬頃です。まあ、この牧原を見ていますと、まあ、初旬の終わりの頃にこれをこの牧原を出してきたんだろうと思いますが、ある程度バナナの屋内からの露地出しを早めにできるのではないかなと思いました。まあ、小さい苗、このような小さい苗のうちはですね、先日撮影したドワーフオリノコみたいにある程度の大きさを持っているバナナ苗のように防寒効果がないところに突然出したのでは、もしかするとダメージが大きすぎるかもしれませんが、ある程度保護できる環境を選べば300バナナとかスーパーミニなども和歌山県あたりですと3月の初旬ぐらいには屋内から露地出しできる可能性があるように思いました。まあ、来年もさらに実験を続けていきたいとは思ってるんですが、まあ、いろいろな果樹あるいは花木があるとその合間に穴を掘れなければ盛り土方式でとりあえずは植えていけますから、いろいろな果樹や花木はそれなりに楽しむにしても、その他にバナナの苗を植えるスペースを探すのに結構都合がいいのではないかなと思っていますね。